それで、ここに何と書いてあるかですかね。宇佐美英二さんが、志村さんがですね、染めの仕事は、宇宙の根源の五気ですね、地水火風空土、この五つ、あるいは木火土金水、これ五行ですね、木火土金水と、こういうものに関わっているということを言われた。で、私の木火の関心は古代中国の五行説、木火土金水よりは仏教の五輪観、地水火風空にあります。五輪のうちの空については今もってよくわからず、いずれ私なりの考えを聞いていただきたいと思っています。それはさておき、五輪と五行を比べてみると、五行の一つ木は単に草木を指すばかりではなく、動物と人間、聖ある一切のものを木という象徴によって指し示していることが感じられます。この人は志村ふくみさんに触発されて、五行説というものに、こう目を開け始めた。そしてまず木ってものが目の前に迫ってきた。なぜか、それは志村ふくみさんがこの木を染めればこんな色が出る、この木を染めればこんな色が出るという話をボンボンぶつけてくるから、それで彼は木ってものはそこに立っている木だけじゃないんだな、そこから色ってものが出てくるんだな。で、そして今度は色というものが一番最初ということを志村ふくみさんが言うんですよね。普通の人は染めをするときに、まず形を考えてから色を染めるっていう。で、普通そうですよね。だからさ、紫色の着物を織りたいと思う、それでまず着物がもうイメージがこうできちゃうわけだ。で、そういう色を出すのにはどの木を使えばいいかって言って染めが始まる。これが普通なの。ところがね、志村さんはそうじゃない。まず色がある。その色っていうのは彼岸から来る。彼岸、こちら岸じゃない、あっち岸から来る。彼岸っていうのは仏様っていうことですから、でここで言えば仙台賢者から来るんですよね。永遠の生命ということを仙台賢者って言ってるわけで、永遠の生命が色というものを私に教えてくれる。そしてある木を染めるとその色が出る。その色を見ているうちに、この色でこういう着物を染めたいという形が決まるってこと。順番がだから色から形へってこと。他の人は形から色へ。その色は何から得られるかって言ったら木から来る。で、そこでもう彼はですね、木というものに対する考えがもう変わってしまうわけですね。光が色となって現れ、草木にも土にも石にもそれぞれ色が与えられるのではないでしょうか。それらの聖あるものの色は彼岸の世界から差してくるものであって、私どもが色として捉えているものはそのほんの上層の一部、一皮の部分ではないかと思われます、ということを志村ふくみさんが言ったわけです。つまり色はどこから来るか。彼岸から来る。仏様から来る。で、それが石にも木にもいろんなものにも色というものを与える。で、私たちはそれを例えば黄色とか青い色とかいうふうに受け取っているけども、それはほんの上層の一部、一皮の部分ではないかと思われます。こう言ってる。そうするとだね、今度はこの色というものを言葉に置き換えればいいわけよ。言葉にね。言葉というものは彼岸から来る。しかし、その言葉で我々が使える言葉というのは、ほんの上層部、上っ側に過ぎない。その上っ側の言葉、それを相手にこう喋ると、木から落ちる。だから人間は、その上っ面の言葉だけで人と勝負すると、喪心失明する。命を落とすことになるよ。それはそうですよ。つまらん言い合いをしてさ、命を落としたやつはたくさんいるもんね。たった一言言い違えたばっかりに夫婦が夫婦ばかりするってのはあるでしょ。そしたらあんた、その奥さんは生活の手段を失って、で、子供と一緒に心中したとしたら、その女の人と子供は、たった一つの言葉の言い違えだけで命を失うことになる。言葉っていうのはそういう恐ろしさがある。そういう恐ろしさがあるかないか、いっぺんやってごらんなさいよね。ね、奥さん今日うちに帰ったらさ、亭主の顔みんなでバカ野郎なんてこうやってごらんなさい。そうするとバカ野郎とは何だよってすぐ始まるでしょ。
そしてちゃんちゃんバラバラやった挙句の果てはこうポイッとこういう。そうすると、あの上っ面の言葉がいかに人間というものをね、あっという間に別れさせ破滅させるか、それ送信失妙期。でもそれは上っ面の言葉であって、その上っ面の言葉の下の方にもっと本当の言葉っていうものがあるわけよ。その本当の言葉っていうものは天外天略から来るわけ、仏様から来る、永遠の生命から来る、神様から来る。その神様から来る言葉っていうものを聞かなくちゃいけないんですよね。で、志村さんはそれを神様から来る色っていうものをこう彼女は捕まえてるわけ。だから彼女はあの綺麗な色を染めて、僕はもうすごい綺麗な色ですねって言っちゃって、あのそれはあのなんていうかね、まぐれあたりにこうできたもんで、なかなか色というものは捕まえられない、思うような色が出せないって言ってるんですね。思うような色を出せないって言っても、この人が出す色っていうのは他の人には真似ができないんだもん。でも彼女に言わせればそれはほんの上っ面の色に過ぎないわ。だから口をあの枝から離すということはさ、離さなきゃ分かんないんだよね。本当は分かんないけれども、言葉を発すれば口が開いて下へ落ちて死ぬと、そういう返事をする必要があるかって。もし上っ面だけの言葉であったら返事するまでもないではないかって。もし本当のところの言葉を捕まえているんだったら問答にも及ばないではないか。だから問うものは自分も口に枝を加えて問わなければならない。ところがこの弟子は口に枝を加えないで聞いた。そんなものに答える必要があるか。答える必要はない。だから枝を加えてぶら下がってりゃいいんだよね。でも人間ってのは色気があるからさ、弟子が質問した時に返事もできないなんてのは師匠の誤見に関わるなんてすぐ考えるから死んじゃうんですよね。弟子に返事したってしょうがないじゃないですかね。子供が変な生意気なこと言ったからって親が本気になって論争するバカってないじゃないのか。でもやってるじゃないですか。だから送信失明するんだよね。自分の部下があの自分に対してあの、全く反対の意見をボンボンぶつけてきた。それでもう腹が立ってね、論争しちゃって、そしてその、あの、皮、もう全部めちゃくちゃになっちゃった。なんていうのも、送信失妙だよね、こういうの。言わせるだけ言わせれえじゃないのね。本当の問いを発するやつはそんな問いは出さないんだよね。もっと根本的な問いを聞くだろう。飛ぶまでもないじゃないですか。同じ布団の上に座ってるやん。狂言老人の考えていることはもう問われる前から分かっているって言ってるじゃない。だから人間はさ、同じ布団の上に座ってるからって言ってなかなかそれは分かりゃしないんだけどね。でもこの宇佐美英治という詩人で評論家で哲学者と、それから志村ふくみさんという、まあ、まるで染め以外のことは何にも知らないような人、それがこう対談してると、なんとね、どっちが押されてるかというと宇佐美英治さんの方が志村ふくみさんに押されてるんですよね。もうこれ七三ぐらいのあれで志村ふくみさんの方が押してるわけよ。でも押してるなんてこう見るのはさ、それは僕が人間の目で見、そして志村ふくみさんの方は友達で宇佐美さんはまだ顔も見たことがないからこれ七三だななんて思うけど、宇佐美さんの友達がこの本を読むとやっぱりな、女はあの程度だななんて思ってるかもしれないじゃね。みんなは分けるしねえじゃないね。ところがね、この本を読んでから宇佐美さんの本を片っ端から全部読み直して、そして持ってない本は手に入れて読んでみると、これは宇佐美英治という親父はすごい親父ですね。これ大した親父で、あ、こりゃ志村さんがだいぶやられてますねなんて感じがしないでもない。じゃあどっちだよって言われたら、どっちもどっちでね。それでいいんじゃないですかね。どっちにしたってさ、人間のすることで、宇佐美さんにいろんなことを考えさせるのも天外賢略ならね、志村さんにやらしてるのもやっぱり、賢略の賢外じゃないですかね。ちょっとそこのところ分かっていただけましたかね。ついでにもう一つ言えば、だるまさんが西から来ようと東から来ようと、そんなことどうでもいいんでね。それから来たとか来ないとかいうこともどうでもいいことなんだよね。でもあの
仏教の歴史の勉強してる人から言えばそういうわけにはいかないんだよ。だからダルマさんは本当には来なかったとか、いやそんなことはね、あれだけ文献が残ってんだから来たんだろうとか、そんなこと言うんだけどさ、来ても来なくても同じことよね。来たということは来ないということだし、来ないということは来たということだし、だから西から来ようが東から来ようが、ダルマが来ようが誰が来ようがどうだっていいんだよね。もっと極端なことを言いや、自分の好きな人が自分のところへ来れば、だるまさんが西から来たのと同じよね、そりゃ。それ、自分にとって大事な人がさ、自分のところへ来た問題は、そっちの件しといて、だるまは西から来た、それはどういう意味だなんて考える方がよっぽどたわけてるよ。だから、こういう問題を取り上げるっていうことは、自分の場合どうだっていうことでしょ。自分にとって誰が自分のところへ来たか、逆に言えば私は誰のところへ行ったかだよね。もっと突っ込んで言えば、なんであの人は私のところへ来たかって言えば、あの人をして私のところへ来さしめた力があるからでしょう。それは何だって言ったら、ここでは天若見外って書いてある。それ別のところへ行くと神様っていう、もっと別のところへ仏様っていう。ああみんな同じだなとこう思えばさ、したら面白いじゃないですかね。人間は来たり行ったり、ね、生まれたり死んだりするもんで、もう2年ぐらい前まではうち来てた京都のお嬢さんはそこへ座って僕の話聞いてたけど、もう姉は行ってしまった。でその人が姉は行ってしまったなと思ったら、あの今日はまだ大学の用事で来てませんけど、石井君という人は、赤ちゃんが生まれる、生まれた方はもう嬉しい嬉しいってねやってるけど、死んでしまった方は悲しい悲しいばっかりだよね。でも死ぬのも生まれるのも同じことだからさ、だから死んだ時はああ死んだんだなと思うしね、生まれてきたらああ生まれたんだなと思うしかないじゃないですか。そしてその人をして生まれしめ死なしめる、そのもっと大きな力っていうものが自分をどのように動かしているかっていうことを考えなくちゃいけないんです。ちょっと579ページの真ん中のところをもう一遍読んでみましょうか。樹へたちまち人ありは樹里人ありというがごとし、下の方へ行くと、人間人の下にたちまち人あり、これどういうことか。これはですね、人間が自分の持ってる命いっぱいに生きていると必ずこう人を引っ張り寄せるっていうことですよね。つまり同じように命いっぱいに生きている人間をこう引きずり出してくる。だから下から出ようが横から出ようが中から出ようがどっちにしても出てくるということだよね。だからこの一生に人間として生まれてきて誰もそんな人に会わないで一人で死んでいくってやつはさ、生きていないのと同じよね。これ絶対に出てくると思うんだよ。さ一生懸命生きてないから出てこないんで。だから人というのはもうこれ人が二人こうやってこうぶつかってる形でしょ。これだから人ってのは必ず相手がいるんですよね。相手のいない人っていうのはいないんだよ。だから男のいない女なんて考えられないよね。気持ち悪いよね。女のいない男っていうのも考えられない。これも気持ちが悪いよね。男女に関わらず自分の命と対等にぶつかり合うようなものを持たないような人っていうのは本当にっていないんだよ。そういう人の周りには今度はそういう人じゃなくて変なのが次から次へ出てくるわけよ。よく考えたらそれは本人が変なのよね。そういうのを類を持って集まるって言ったんでしょ。まあよくよく自分の一生って考えてごらんなさい。自分が程度が悪い時そばにいるやつ大体程度が悪いやつばっかりですよ。自分が少しこう上がってくると、上がってくるか下がってくるか分かんないよね。上がるも下がるも同じことだから、まあしょうがない。ちょっと上がると考えると、自分が上がり、そして人生って問題一生懸命考え始めると、同じように考え始めてるやつを引っ張り出す。例えば宇佐美英治が志村ふくみにぶつかるみたいにね。皆さんもだんだん一つずつ年を取って、もう来年あたりダメかなとかね、
もう再来年あたりダメかな、なんてこのことばっかり考えてたら本当にもう早いこと死んだ方がいいと思いますよ。もうちょっとさ、こう自分がこう人間が生きてるってことはね、枝を加えて宙に浮いてるような状態ですよ、これ。だからいつだってこう口をパッと開けりゃ死んじゃうんだからさ、ちゃんと生きてるようだって本当に生きてはいないんですよね。あっという間に死んでしまうんだからさ、だったらしっかりこう口加えて何に噛みついてるかっていうことを考えなくてね、それはやっぱり永遠の生命ってやつに噛みついてるわけでしょ。だったらその辺のやつが何か変な質問した時に答えることはないんだよね。そんなことは自分で考えろって言えばいいんだ。それも言うと怒っちゃうね。黙ってりゃいいんだよね。そうすると聞いてるやつはさ、俺がこれだけ一生懸命聞いてもなんで返事しないかなと思ったら、はっと気がついたら俺は枝をこらえていなかったなと思うじゃない。だったらそいつもまた木登ってきて枝が噛みつくじゃない。そして同じようにぶら下がったら、あ、これ質問することじゃなかったなって気がつくじゃん。で、枝を口に加えてないからわからないのよ。だから情報現像わからないっていうのはさ、枝をこう口に加えてないからよね。僕は枝を口に加えてるからさ、本当は喋ったら落っこちるんだけども、仕方がない、一生懸命こう喋るわけでしょ。そうすると、なんであんなとこがよくわかるのかなんて思うことあるでしょ。それは皆さん食いつかないからよ。食いつかないからだと。この間、博報堂というね、広告の有名な会社が、そこの社員が僕と電話が来て、それで、何ですかって言ったら、キャノンっていう会社の社長さんが、先生に講演してもらいたいって言ってること、なんで俺がキャノン行って講演しなきゃいけないのって言ったら、キャノンフェスティバルっていうのを11月にやるんですって、いつもね、帝国ホテルで。その時に記念講演してくれるってこと、だからなんで俺がしなくちゃいけないのって言ったら、その社長さんが、先生の本を全部集めて読んでいらっしゃってカセットも聞いているっていうこと、あれ消防限度に引っかかってる、まあ、そんならね、この日だったら空いてるよって言ったらすぐ向こうへ連絡して、もうその日でいいって、その日決まっちゃったの。それで今度キャノンの社長が秋まで待てないって言うんです。だから一緒に飯食いたいから春に一緒に飯を食わないから、それで空いてる日教えてくださいって、もう飯を食うってことになるんだね。僕食いしん坊だからもう無理してでも日にち作るじゃない。それで今度会うんですけど、聞いたらまあびっくりした、この社長さんっていうのはね、アメリカはベルハウエルっていう会社が全部押さえてるんですよね。そのベルハウエルの販売も駆逐してね、アメリカにキャノン USA っていう会社を作ってくるんですって。そこを見込まれてキャノンの社長さんになっちゃったんだね。それで今度は何だっけね、年間売上高を5倍にするとか、なんとか大変統合して、そんなことができるかなんて言ったら、4年でやっちゃって、今1000億なんですよね。そういうまあ商売の鬼みたいな人が、なんで消防現像を聞いたりさ、本読んだりするかって言うと、これはまた面白いよね。またよくよくこうやっていくと、どっか引っかかってるんですよね。それは一緒に飯食いは分かるでしょうね。だからさ、やっぱり人間は、あんな人なんてのはね、ものすごく忙しくて、本読む暇なんか全然ないのに読むんですね。皆さんは暇がたくさんあるのに読まないんですね。暇があるやつってのは本当に読まないし、仕事しないんですね。皆さん知ってるからここへ来るんだと思いますよ。思いますけどさ、まあ思いますよ、それでいいんです。すみません。580ページいきますか。579ページのおしまいのところから言うと、開口とうた、口を開いて他に答えるというは、開樹しとうたするを言うか、木の枝を開いて他に答えるを言うのか、最大意を開いて他に答えるのを言うのか、もし最大意を開いて他に答えるのでなかったならば、最大意を答えるということにはならない。すでに淘汰にはすでに他に答えるのではないから、これ全身不明なり頭身失明と言うべからず、これ自分の体と命を保っているということ。これこんな風に書いてるけど、
ただ生きているというだけってことですね。それじゃあお前ただ生きてるというだけじゃないかよっていうわけです。等身質妙とは言わない。その前から等身質妙せば死んでしまってたんじゃ答えることはできない。しかれども狂言の心では他に答えることを辞せず、どうあっても他に答えるということだから、ただおそらくは送信失明のみなり、まあ死ぬだけですねって。知るべし見通たじ御神褒めを、人に答えないときは自分の命をべんべんと保つ のみだ。たちまち通ったのとき本心活妙なり、送信失明するということになると死んじまうんだけども、その死ぬという時に本心活妙、あっという間に身を翻して命を得る。やってみなってわけですね。人間やろ、死んでみなきゃわかんねえし、そんなことをしたら死んじまうなんて言ってるやつはいつまでたったも御神褒めを、ただ生きているというだけの話だから、一遍死ぬような思いしてごらんって。それでもうこれでおしまいだな、もう死んじまうなと思うとき、本心活妙、あっという間に身を翻して命をもらうのだ。計り知れぬ人人満句、これにどうなり。考えてごらんよ、人はね、口いっぱいに言いたいことがあるはずだ。到達です。だったら人に答えなさい。どうやさん、全くナウイですね、この文章ね。人間はね、口いっぱいに言いたいことあるはずだ。それ言わないで死んじまうのを、誤信不明と言うんだ。口に出して言ったら死ぬことになるかもしれんけど、やってごらんよ。到達べき。答えてやってごらん。当日べき。自分に答えてごらん。問達べき。他人に問うてごらん。自分に問うてごらん。私、心に問うことっていうのが三笠書房から文庫になって、あそこへたくさん持ってきてありますけども、心に問うことっていうのは本当がいいテーマだと思いますね。人間いつも自分に問わなきゃならない、人に問わなきゃならない。それを口に言葉を加えるというのだ。さっきは枝を口に加えると言ったが、あれはね、口に言葉を加えるということだよ。口に言葉を加えるというのを、口に枝を加えるというなりって書いてあるでしょ。苦寒道なり、苦寒道を苦寒しというなりっていうのがそれですね。人間として本当に生きていたら言いたいことはいっぱいあるはずだ。それを言いもしないで死んだんじゃ、それは誤信不明、全身不明、そんなものは生きたとは言えないって言ってん。それと同じように道元さんは言ったから、それで比叡山の僧兵どもに憎まれて、それで永平寺へ行かなきゃならなくなったんですね。もし淘汰の時、もし他に答える時に、今の口の上に苦情をさらに一石苦を開くなり、今の口の上にもう一つ口を開くことになる。私どもが言葉と言っている、その言葉の上にもう一つ言葉がある。逆に言えば、我々が喋っているのは上っ側で、その下の方に本当の口があるということですね。もし他に答えずば、他の諸門に居すなりといえども、字の諸門には居せざるなり。これは面白いね。もし他人に答えなかったら、他人の問いに答えないということにはなるけれども、自分の問いには答えているよってこと。所詮人間というものは、人に問われて人に答えるのではなくて、自分に問うて自分に答えるのだって。それが一番大切ですよね。人
が質問してそれに答えようが答えまいが、そんなことどうでもいいんですよ。自分が自分に問うて、自分がそれに答えるということだけはきちんとやらなきゃならない。しかあれば知るべし、当再来する一切の仏とは、都市再来という問題に答えてきた一切の仏とは、みんな木に登って口に木の枝を加えているという自説に相当たりて到来するなり。つまり、自分を生かしている永遠の生命に食らいついた自説に当たってその答えが出るという。食らいつかなきゃ答えは出ないっていう。門再来する一切の仏とは、土地はどうして西からやってきたかということを質問する一切の仏とは、みんなこの永遠の生命というものに食らいついている自説だから質問してきたのだ。摂政明覚禅師住建和尚曰く、樹浄道は木の上で言うのは優しくて、木の下で言うのは難しい。老僧木に登るなり、わしは木に登るから、さあ何でも質問持ってこいと。こりゃ面白いね。木の上で言うっていうのは優しいっていうのはさ、永遠の生命に食らいついてる人間、そういう人間同士の問答だったら、これは簡単よね。質問するまでもないんだもん。ところが木の下にいるやつっていうのは、それはね、一皮の、その上っ側の一皮だけで問答してるんだから、ああいやこういう、こういや、ああいう、いくら言ったってこれを説得することはできない。だから木の下にいるやつとね、問答するのは俺嫌だよって。だから俺は木に登るからね、だから質問持ってこいと言われたけど、これ質問するためには自分も木に登らなきゃなんない。そして枝からぶら下がらなきゃなんない。こりゃ大変だよね。問題持っていけるやつはいないよ。わしは木に登るから一問を持ってこいというの面白いね。今地上一問題は、たとえ尽力来日とも、この問い来ることを即して、恨む楽は答えよりも後に問題せること。質問の来るのが遅くて、答えの方が先で、答えが出た先に問いに来るようになる。あまねく古今の老骨髄に問う、表現かか対象する、これ樹浄道なりや樹下道なりや当再来なりや不当再来なりや試みに言え民と。表現は大笑いしたけど、あれ木の上のことかな、木の下のことかな、都市再来に答えていることになるのかな、都市再来に答えていないのかな、どうだ言ってごらん聞いてやろうと。発見するってそういうことでしょね。その永遠なるものにこうガチッとこう食らいついて話したら死んじまうというね、そういう土壇場の時、人間っていうのはすっごいものを発見したりするんじゃないでしょうかね。木の下にいると追いぼれちゃうんですね。だから人間ってやつはもう枝に噛みついてぶら下がってないといけないんですね。皆さんはぶら下がっていますか？